どうもこんにちは。漫画家のカッピーです、えー。左引きのエレンの原作者をやっております。ハッシュタグで募集した左引きのエレンのキャッチコピーを審査しました。ツイッターで投稿する用の画像を作ります。まあ、あの、ポスターみたいな感じですね。選ばせていただいた、えー、キャッチコピーをと20万フォロワーいるコピーライターっていう、コピーライター長谷川哲二さんが運営してるツイッターアカウントがあるんで、そちらで 毎日一案ずつ画像付きで投稿させていただいて、まあ、それのリツイート数とか反応を加味した上で、えー、最終決定をさせていただきたいなと思ってます。まあ、もちろん、決してそのリツイート数だけを見るっていうわけじゃないんですが、まあ、今回は新規の方にどう映るかっていうのも非常に重要だと思っているので、そのチャレンジをさせてください。えー、なので、えー、と僕の仕事としてはこれから、えー、その画像を どんな感じで作るかっていうデザイナーさんへのお利ンとその選ばせていただいたキャッチコピーの投稿者の方へのご連絡を今からしますえっ、ー、となので今日の動画はあこれ見本紙届きました最新13巻今回も非常に力が入ってる内容になっておりますので、えー、これを買っていただけたら苦労が報われるというものですえーぜひとも お願いしますなので、えー、今日はこの動画では、えー、こんな感じで画像ポスターを作るぞと頂い,いたキャッチコピーをこう活かすぞっていうのをまあ、ちらっとダイジェストで見ていただけたらいいなと思っておりますのでまあ、ちょっと今回は短めにサクッと終わるんですけど、えー、よかったら最後までご覧くださいよろしくお願いしますでは1個ずつ、えー、ポスターのラフデザイン えっと、ラフをちょっと見せます1個目がこれあのな,なんだこれって感じだと思うんですけど僕があらあの今回の、まあ、お礼を兼ねたポスターを僕が作りたいなと思ったので、えー、追加でコピーを書き下ろしました9342通のキャッチコピーにありがとうという、まあ、ティザーのポスターですね ティザーっていうのはあの左引きのエデンの劇中にも出てきますけども予告編みたいな感じですね広告の予告編みたいな感じこれを一発目にドーンと出させていただいて、えー、この日から毎日一個ずつ選ばせていただいた八個のキャッチコピー付きポスタービジュアルをツイッターで投稿しますという宣言のために、えー、ティザー広告を作ります、えー、一つ目これが、えっと、昨日上げた動画には含まれてなかった残り時間にあって あの投稿された駆け込み採用コピーです。まあ、採用っていうのは、あのえっと最終審査の採用です。下を向いているのに上を向いている気分だ。まあ、漫画を読むときって確かに下を向くじゃないですか。まあ、なんか。まあ、あのその言葉の妙というか、日本語の面白さをえっと拾ってくれてる。 えー、素晴らしいコピーだなと思ったので今回あの駆け込み滑り込みで、えー、追加させていただいてますでこれに関しては、まあ、ちょっと絵がないと一瞬ハテナかなと思ったので、えっと、写真でも撮ってみようかなと思っておりますわかんないですけどあのこれで一回デザイナーさんに相談しますあでこれちょっと、えっと、動画の前半にちょっといっときたいなと思ったんですけどえっともう1個 やろうと思っていることがあってこれから紹介する全ての最終候補コピーに関してはえお礼をしなきゃいけないなと思っててまあちょっと二ニ,ニさんとも相談ですけどもあの単行本の巻末のおまけページにえっと載せたらどうかなお名前とともに紹介させていただいたらどうかなと。 思ってますえっと、まあ単行本に載るっていうのが嬉しいかどうかは人によると思うんですけど、まあ、まあちょっとこちらから言うのはおこがましいですけどそれがあのまあ何でしょうご褒美の一つになるかもなと思いえっと単行本に是非とも載せさせていただきたいと思っておりますでこれに関してはちょっとまだ編集とも何の相談もしてないんですけどてかこの企画自体も もう勝手に始めたぐらいの感じなんでまあまあでも相談したら別にダメとは言わないと思うんで決定かは分かんないけどまあ載せるっていうのはもう決めました、えー、はいなのでまあそれがえっとまあ最低限のありがとうの気持ちの表明だと思ってくださいなので単行本端末にまあえー、っとね次の巻間に合うか分かんないんですけどまあ14巻か15巻あたりで発表させていただけたらなと思っております <laughs> この中からさらさに、まあ、ツイッターで「モーストリーツイート賞」とか「カッピー賞」あの最優秀賞的なのを決めさせていただくと思うんですけどそれに関しては、えっと、これももう何もう集英社の皆さんに何の相談もしてないからちょっと勝手に動画にまあいっかまあ多分これも僕があの自腹っていうかまあお金の話はやらしいですけどあの えー、僕が全部責任持てばダメとは言わないと思うんで、えー、と最優秀賞うん1個か2個ぐらいに関しては駅張りポスターどっかに出できなないかなと今考えております、まあ、駅ですかね駅とかそういうなるべく目立つ場所あの読者の方があの面白がって見に行けるような場所に、えー、ポスター広告実際の広告を出向できないかなと 考えてます。ちょっとこれに関しては、さすがに天下の修営者の作品なんで、えっと、勝手に広告出したら、あれかもしんないんで、ちょっとこれに関しては、ダメになる可能性もなくはないので、えっと、ちょっと、えっと、そのつもりだということだけ先にお伝えしておきます。うん、まあ多分大丈夫だとは思うんですけどね。その、こっちが全部お金も制作もすれば。 多分大丈夫だと思うんですけど、えー、まあそのつもりで動きますとの報告でしたでで続きまして2つ目あの時欲しかった言葉がある、えー、これに関してはもうすごいシンプルにあのこっちで名シーン名場面名台詞をまとめてデザイナーさんにお渡ししてそれを吉田にコラージュ並べてもらうという企画になってますはい なんか良さそうですよねなんか素敵なビジュアルになりそうだなと期待しておりますはい、えー、でこっからがちょっとポデザインどうしようって状態なんですけど働く人は全員主人公だ漫画のビジュアルでなんかふさわしい場面をちょっと背景に背負わせるとかそういうことになるんですかねはいあんなに嫌だったサラリーマンになりたくなる物語これも、えー、ふさわしい場面を入れる形になるのかなと今のところ思っております 月曜日かかってこ,いこれに関してはね、その前回の動画でも話したんですけど、ぜひ日曜日の、日曜日とかにツイートしたらなんかいいなと思ってます。えー、まあ、月曜日っていうのがジャンプの本誌のことも指しているそうなので、うーん、まあだからといって、 でそこがが説明するデザインが必要か,は分かんないなその分かる人には分かるでいいしまあそも,そもそもその月曜日って仕事始めっていうのさえ伝われば、まあ、成立するコピーなのでこれに関してはシンプルに言った方がいい気もします、はい、でごめんなさいちょっともうクソみたいなラフ画で大変申し訳ないんですけどもえっと言いたいことは伝わるかなと思って。友情努力勝利 までが、えっと、ジャンプの定型文じゃないですか。えー、友情努力、勝利を言い直すっていうのをなんかデザインで表現できないかなと思って、まあちょっとバカみたいな案ですけど、ジャンプのあの例の髪の色、なんか再生紙みたいな、なんかあの薄緑とか薄オレンジとかのあのジャンプの髪色ってあるじゃないですか。あの色でジャンプのあの、えー、スローガンと、 分からせた上でそこを塗り替えて敗北挑戦でやったらどうかな？と、今のところ思ってます。これはね、ちょっとデザイナーさんのセンスにお任せしたいなと思って。まあ、少なくてもあのえっと意図はこういう感じかなと思ってます。仕事で泣くなんてダサいと思っていた。で、まあ、これに関しても漫画の泣いてるシーン網羅したらいいかなと思ってます。 で、えー、最後です。えー、才能の教科書。で、これに関しては、なんかまあ、まるでビジネス書みたいなトーンで、なんか伝えられないかなと思ってます。で、まあ、これも、例えばの案ですけども、えー、本屋で漫画が平積みされてる様子って皆さん見たことあると思うんですけども、その中に、この漫画だけど、ビジネス書的なこともある、えー、教科書的な意味もある、えー、何か学べるものがあるっていうのが、 伝わるビジュアルはいえー、以上追加案含めて8キャッチコピープラス最初の、えー、と僕が考えたティザーの、えー、お礼広告お礼ポスターなのでこの9枚を、えー、今からデザイナーさんに作っていただきますはいえー、ちょっとねもうここまで来たら あのドキュメンタリー的にね、今ここまで進みましたっていうのをまあこまめに動画にしようかなと思ってますので、えー、よかったらチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。えー、そして何よりも8月4日発売の左引きのエレン最新13巻、えー、では何卒よろしくお願いします。まあ、何年かしてもそのまた読み返したくなる作品というのを目指して。 えー、私たち二風二さんと編集で頑張って作っておりますので是非揃えていただけるとものすごく嬉しいです。えー、それでは左利きのエレンを今後ともよろしくお願いします。